こんばんは。こんばんは。おひさです。久しぶりです。皆さんこんにちは。いつから配信してないっていう話題いつもしてると思うんだけど、いつ久しぶりだよね。割とそんなことない。まつげメイクじゃないです。全然涙袋とまつげとアイラインしかしてないね。久しぶりだよね。初めまして徳永レミです。何回してないんだろうね。もう分かんないや。こんばんは。最近さ、最近っていうかずっとさ、このリップが大好きで使ってたんだけど、これ2本目とか3本目なんだけども、3週間ぶり？嘘、そんなしてなかった？ごめんね、そんなしてなかったっけ。そう、スリープモンスターのラスボスっていう色なんだけど、え、この前さ普通に、まあ、使っててずっと3本目か2本目ぐらいなんだけど、で、あ、これをさひねるとリープが出てくるじゃん。で、上がったらもうさこれしかない事実に気づいて、もうこれ以上上がんないの。回してるのにそんな使ったっけと思って、マジでこれしかないのね。もうやばくない？その事実。そうで新しいのも買ったんだけど、そうリピしちゃったんだけど、またこの色超好きでもう手放せないの。そう、もう買ってあるんだけど、一応このびっくりしちゃって、やばいと思って、どうしようと思って、これはそんなに高くないですよ。リップモンスター1000ちょっとぐらいかな。マジでこれ大好きなの。本当にリピしてる、ずっと使ってる。これそれぐらい好き。これとこのリップとね、1500円ぐらい。あっちに置いてきた。ちょっと待ってね。ケイトのリップモンスター07番です。07と美セの、これめっちゃバズってるやつ、リッププランパー。なんかさ、ディオールのマキシマイザーとめっちゃ似てるっていう言って話題になってた。これはこれさ、ピンクに見えるんだけど透明なんだよね。あの唇がぷるぷっくりするなんかプランパーっていう、ちょっとヒリヒリする系なんだけど、これもリピで2本目。これめっちゃ好きなんだよね。そう、なんかディオールのマキシマイザーとめっちゃほぼ一緒ってぐらい、そうこれも好きで、マスカラは相変わらずメイベリンのスカイハイを使ってて、それもうそれ信者すぎて、もう他使えないってぐらい、それまたさ、まだストック、またストック買ったんだけど、一生あれ使って、他になんかさ試したいんだけど、それが好きすぎて、それが使いやすすぎてスカイハイが、それで止まってる。これいいよ、めっちゃおすすめ。メンバーもね多く使ってるとこ見てる。見るプランパーめっちゃ透明、透明なの。これぷっくりする、下地に使ってもいいし、これさ荒れてる時に、口がね乾燥して荒れてる時に
これ塗るとマジで、あの本当に5分後とかには治ってるからマジでおすすめ。ちょっとスースーするけど、ヒリヒリするけど、でもおすすめです。めっちゃいい、これマジですごいよね。プランパーってすごいんです。プランパー大好き人間だから、プランパーいろんなの使いたい。あとは最近これも使ってる、アミューズ。これ本当なの？いや5分はちょっと分かんないけど、これ本当なんですよマジで。治るから使ってみて。唇荒れてる時にこれ塗ったら、そうマジすぐの治る。次これ、次これって、これも最近使って、これはこれも違う色味を前まで使ってたんだけど、色違いでまた2本目買ったんだけど、アミューズっていうやつ、アミューズ。これは06番ソウルガールですね。ソウルガール、これも可愛い色してるの。めちゃさブルベだから、超ブルベ色なんだけど超ブルベ女って感じなんだけど、これは普通に塗るだけで可愛いし、落ちないの。これ落ちないしプルプルになるし超いいよ。この3本を絶対使ってる。この3本必須。公園とかそういう時はこの3本、まずこれ塗るかな。うん、まずこれ塗って、これ塗って、これ塗ったいや全然高くない、プチプラです。全てプチプラ、なんだろう、プチプラっていう概念があんまあれなんだけど、でもそこまで高くない。全部1000円台なので、1500円600円ぐらいで全て買えます。でもなんかね、ぜひ皆さん真似してください。レミの唇になります。2000円いかないぐらい、あーぐらいなんで。あ、リンチーク塗ってる。ほら、この唇が出来上がります。リミはちょっと濃いぐらいが好きなの、唇そう。でもすいません、どうでもいい話しちゃってごめんね。興味ないよね、ただの自己満なんで。流してもらっていいんですけど、皆さんは元気ですか？最近何しておるんですか？何してるんですか皆さん最近。すいません、流してください。あ、自己満チャンネルなので、ここは好きな聞きたい方だけ聞いてくださると嬉しいって感じですね。はい、お仕事、皆さんお仕事大変。お仕事、あ、レミちゃん眺めてるよ、ありがとうございます。レミのこと眺めてください、ぜひ。あの、学校、あ、学校だよね最近。楽しい？動いてるよレミ。好きなこと語っていいのよ、優しい。好きなこと語りますね。リミがこの色味のさ、洋服着てるの珍しい。可愛いでしょ。リミタ見るだけニヤニヤする。売れチャンネル。何でもチャンネルつけてるやんこいつ。頭れてそう。最初のセーターって確かにこんな色だった。ちょっとこれのですね、なんであの色にしたんだろうってぐらいさ、ウケるぐらい、あの確かになんてか、なんかさ、筆記体でここら辺に書いてたやつね、懐かしい。最近ね、やば、そこから緑のタグタグに
14歳ぐらい、14歳って書いてあるやつだよね、ピンクのね、カタカナで徳永リミって、あれちょっとセンス受けるよね。そう、めっちゃ緑。次なんだったっけ、覚えてないな。それ持ってる人いるのかな、ここにいる人で、その初代からの初代からの生誕って持ってたらめっちゃおもろいけどね。アップティーなんでリンゴじゃないよ、梨だよ梨。開けてない、やばい、開けてください、開けて、持ってるの、やばいね、ありがとう。これ消えるなマジで、あれやばいや、リンゴじゃない、リンゴとさ梨はさほぼ形一緒だけどさ、でもさ梨はさ緑じゃん、リンゴは赤だよ、リンゴって赤のイメージじゃん。そう、梨なんですよ、梨、梨、梨なのよ。ナッシーって知ってるみんな。ナッシー知ってる、青リンゴも知ってるけどさ、いや青リンゴじゃん、それは青リンゴ、リンゴじゃない、違う違う違う、リンが言いたいのはそういうことじゃない、リンゴじゃん、リンゴ、みんなリンゴって言ってるけど青リンゴとは言われてない、リンゴ、リンゴじゃないよっていう、ナシなのよ。あのレミがなしって言ったらなしなの、あの T シャツは。アップル、アップルでもいいじゃん、分かった、みんななしだから、よろしく。 で皆さんゲットしてくれましたか。なんかさ違うのさ、レミさ本当にワンポイント、ワンポイントじゃん、ワンポイントでなし書いたんだけど、本当にねめちゃめちゃ悩んだわけ。アップティ、アップティの話、アップティの CM 見ましたか皆さん。皆さんアップティ、そう、リミ、アップティのさ、アップティ作れる売れる出店無料っていう CM に出させていただいてるんですよ。ぜひ見つけてください、見てください、どこかで流れてると思うので。そう、嬉しい、ひろゆきさんが、あ、ごめんね話が。でそこからのつながりでハプティで T シャツとかパーカーが自分でプロデュースしたやつが販売されてるんだけど、そのねデザイン本当にどうしようと思って、マジなんかさ、この前の生誕 T は本当にリミセンス皆無なわけ。そう、センス皆無なわけね。で本当にどうしようと思って、こういうのすっごい自分でデザインとか本当に苦手だなっていう人なので、今年の生誕、去年か、去年の生誕ティーは本当にめちゃめちゃおしゃれだと思うんですけど、めちゃめちゃおしゃれだったんですよ去年の生誕ティーが。あれはお姉ちゃんが、そう、のレミが言ったもと書いてくれたの。そう、こんな風にしてほしいって。お姉ちゃんはめちゃめちゃ絵が上手でね。そう。で今回ちょっと期間がね短かったの、考える期間が。でどうしようと思って、本当にどうしようと思って。何も書けないと思って、どうしようと思った末、え、なしいいんじゃねってなったのね。なしいいんじゃんって、え、守りたいこの笑顔っていう、なんか垂れ幕出た、え、ありがとうございます、守ってくださいこの笑顔。そう、なしいいんじゃんってなって、なし書いたのね。ワンポイントで使いやすいじゃんみたいな。そしたらなんかみんなから結構あんまり別になんかなんかね、うって感じ、反応
あんまないなと思って、いやそうだよねと思って、なんか周り見たら結構みんなセンスありすぎて、そうセンス欲しいなって思いました。リアクションオフって感じですよね皆さん。でもワンポイントで使いやすいと思うんですよ。わかゆ、そうシンプルで使いやすいでしょ。そうだからヒュカはあれはもう才能なのよ。ごめんけどネミはあの才能がない。ヒュカのは天才マジでガチであれはすごい。若いマジで本当にあれはすごいと思う。あれとさ比較しちゃったらもうダメじゃん。だから比較しないで、あれはあの別次元にいらっしゃいます。でもレミはレミ、そうレミはレミなのよ。そう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 、あれは多分あの才能が素晴らしい。でもレミはあないの、才能というかセンスがね。そうレミはレミ、あの比べないでください。そうわかる、そうそうなの、比べちゃダメだよ。そうそう、センスがないのがレミなの。なんかさセンスありそうってよく言われるんだけどセンスないんですよ。そうマジセンスない、センスも才能もない。めっちゃ自虐してるやんって話なんですけど、自虐じゃなくてもうこれは開き直ってるんです。もうここまで来ると、ここまで来るともう開き直ってぐらい来るぐらい絵が下手なんですよ私。そうあのなんか高2の時に絵を描く授業があったのね。絵を描く授業があってポスターを描こうみたいななったの。本当にやばい、マジで絵とかやばいなとか思って、そう描いたのね。そしたら出来上がったもの、出来上がった完成品を友達が、友達ってできたー、やっとできたーってなって見るじゃん、えできすごいじゃんみたいな、みんなね。そしたらえ小学3年生が描いたって言われたんですよ。そのレミの絵を見て、え小学生のポスターやんって、えバカにしすぎじゃないって、さすがにそれは、でもそれぐらい本当に絵が下手なのね。本当にあの見せれないんだけど、見せたいぐらい、あの高校卒業したら見せるわ、ちょっと本当にやばい絵。そうそう、それぐらい、そう見せたいぐらい本当にやばいんだけど、そう才能なのもはや。そうやばくない、何か人の絵とか全部同じ人。そうだからおもろいよ、今思い出してもあの絵はなんかすごいなって自分でも思ってた。でもあれはねマジで1日2日クオリティ、そうでもね絵うまくなりたいっていう試みはあるのよ実際ね。でもさもうなんか絵って才能じゃない？なんか練習したらもちろん多分うまくなれると思うんだけど、絵って才能なのよ多分、絵がうまい人って。そう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 、そうカイロに書いてたのは上手くなってたよね日に日に。そうねリンさんとかめちゃめちゃ上手いじゃん、あれ本当にすごいなって、センスもある発想力とかね
発想力もないんですよね、なぜか。発想力欲しいかも、ちょっと。そうだから、うまくなりたい、努力したいなって。でもなんかレミのさ、レミの友達、周りの子、学校の周りの子、そんなみんなめっちゃ絵うまいみたいな子いないんだよね。違う、なんだろう、レイの親友ちゃんもめっちゃ絵苦手で、めっちゃおもろいんだけど、本当に二人してセンスないねって爆笑って感じなんだけど、そうそうなのよ、本当に絵うまい人ってすごいよねって思いますね。そうだから、そのアプティのね、話は戻って、アプティの T シャツとパーカー、あ、タオルもあります。自分と思われそう。そうだよね、むずいんです。え、なのであれはレミのセンスだと思って、センスというかもはや才能と思っていただいて、すごい非常に使いやすいものとなっておりますので、ぜひ皆さんゲットしてください。ぜひゲットしてくださると私は喜びますよ。使いやすいの、本当にワンポイントって使いやすいのよ。インナーにしようかな、もうディスってんのよ、それは。もうインナーでもいい、あ、インナー確かにね、いいじゃん。リンももちろん着るよ、着るからさ、一緒に着よう、みんなで。部屋着に、部屋着っていうさ、コメントなんで、パジャマにしようかしら。ねえ、みんなやる気ある？ちゃんと堂々と着るんだよ。部屋着、超おしゃれな部屋着になるけど大丈夫。パリに、パリに着ていこう、マジで。超おしゃれだから、飛び抜けておしゃれに見える。パリでそれ着てたら普通に恥ずかしい、言わない、絶対。会社に着ていくのもありじゃん。会社に着ていこうよ、みんなで。会社いいじゃん。周りに笑われないよ。笑ったらさ、ダメだよ。そう、まあそんな感じで、ゲットしてほしい所存ですね。よろしくお願いします。はい、やっちゃダメだから。所存ですので。ディズニーいいじゃん、みんなで。ナッシー T シャツディズニー、ナッシー T シャツディズニーってちょっと語呂良すぎない？ナッシー T シャツディズニーいいじゃん。パーカー、ナッシーパーカーディズニーもいいね。いいやいいや、はずい、言わない、言わないで。そんな感じでよろしくしたいです、よろしくしたいです。そう、そんな感じですね。よろしくしたいです、やばいね。そう、てかさ、ある意味波動上手くなったよね。波動上手くなったんですよ。
この前波動があって、上手くなったよね。見てください、見てない方。なんか惜しいよねなんか惜しいよね、やばい、やめて。筋肉痛はちょっとだいぶね。なんか惜しいよね、ちょっとなんかさ、地味に傷つくやつね。なんか惜しいよね。そう、波動を見て、うまくなったんです。マジで最初のさ、レミは多分段違いに違う人でみんな素直にさ、上手になったねっていいじゃんねえ。得点もしてたよ、4点。4点ぐらい入れたから、言わせてるみたい。ボーとか言わないで。そう、ゆいたんの圧を生で見れました。お、会場にいらっしゃったのかな。リミ圧かけてないよね。いつ圧かけました。そう、みんなとね、あーってなってたけど、でも難しい。波動をさ、やったことない方はぜひ本当にやってもらいたい。難しさが超わかる。そう、やってない方はぜひやってくださいって感じでね。むずいので、はい難しいのでやってください。そのルールね、難しいよね。リン覚えるまで時間かかった。見てるとなぜ避けないってそう思いますよね。でもね、やってください。わかります、その気持ちが。え、マジでそう、やったらね、避けるのむずいし、なので難しさを分かってほしい、共有したい。そう、当たってないと思ってもね、当たってんのよ、いつの間にか。そう、いろんなところからボール来てるから難しいんですよね。そう、波動で名台詞言ったことありますよ。全然本当にやりたくないのでしません。勝ちます。何時まで、え、待って、ちょっと待って、一応さ充電しとこうと思ってる。え、リミ本当に運動神経良くないからさ、本当にリミ運動できないんですよ。どうしたもんか運動神経悪い。ショック？何がショックなの？え、そう、なんかよくさ足速そうとかさ、運動神経良さそうとかさ言われるんだけどさ、そんなことなくて。もうね、見かけ倒しやばい。声だけはキャーっていう声だけは大きい人ですね。はい、ありがとうございますって感じです。キャーとか
ギャーとかそういううわーとかいう声だけはあの一丁前な人そう、うるさいだけの人セカンドしてたんだけど、でもセカンドに特化した人間なんですよ、ソフトボール。そう、走れてる時声で書いてるんですよね。ジェットコースター、ジェットコースターやでもジェットコースター大好きなの。うるさい、ジェットコースターはみんなうるさいものでしょ。でもセカンド、セカンドかファースト、ファーストもサーストも好きなんだよね。レミファースト良くない？ファースト好きなの、ファースト好きなんですよって何回言うねんって話なんだけど、ファースト好きなんだよね。ファーストとセカンドが好き。ファーストむずいけど好きなの。ヤバキ屋敷も好きだよ。でも良くない、楽しい。ファースト、えレミさん絶対できないのがサードなのね。いやマジサードできる人尊敬なわけ。やばい、サードサードってさやばくない？あの至近距離でさめちゃめちゃ速い打球来るのやばい。あいやサードはマジで才能だと思う、できる人って。いやガチですごい、サードとか怖すぎて。で真正面でバッおーって感じなんだけど、マジで怖いよね。いや楽しみ、本当に怖い。サードできる人やばいと思ってる、レミの中で。レミはレフトかライトだったらライトでした。やってるのレフト、ライトの方が良かった。センターは絶対なかったね。センターうん、ライト守ってることもあった。レミキャッチャーとかでもなんかピッチャーが控えてる時に練習するじゃん、その時に受けてたりしてた。マスクかぶって、はい。難しいよね。ナイトはフライ取れますよ。一応ね。そう。でもね、ベースカバー上手い人なんで、そうなんですよ。ベースカバーゲッツーとか取ったことありましたから、ね。そう。ホームランはね打てなかった。そこまでね打撃は強くなかったしそうバント、バント得意だった割と。パンパンって懐かしいな、鮮明に蘇ります。あの頃の光景が鮮明に蘇ります。ねえキャッチボールしたエリーも久々に、なってないからな。右でした、右打ち右投げ。なんだっけ、なんだっけな、コーチャーって言うんだっけ、コーチャーもしてた。コーチャーっていう響きだっけ、あのさ、あの走塁、走塁し、あのランナーコーチ、ランナーコーチね、ランナーコーチっていうの、コーチャーボックス、そうしてたりした、ちゃんと
腕を回してストップとかガガガガガガガって言ってたわ。懐かしい。そうやば、懐かしすぎて無理。紅茶ね、でもなんか球技ソフトボールもね、声は別に大きい方じゃないけどね、そうテニスとかできんのかな、あれ。でもママがテニスしてたわ。ママテニス、ママだけ唯一テニス、他みんなパパもお兄ちゃんも姉ちゃんも、パパは野球とソフトしてて、兄ちゃんは野球ずっとしてて、お姉ちゃんもソフトボールしてた。そうテニス顔初めて見れた。テニス、テニスね、野球一家なんですよ。だからなんかそうスポーツ一家に生まれた。え、そう、お姉ちゃんをピッチャーしてた。なんかね、そうだから野球一家だから旅行とか全部野球見に行ってたの。でもリミは全然野球興味なさすぎて、むしろなんかね、そうだったからママと二人でママと二人でお買い物してたりました。そう甲子園とかね毎年行ってたね、ちっちゃい時は。甲子園もでも暑いの好きじゃなかったからたまにしかリビは見てなかった。あのさ、甲子園の前のララポートでママとお買い物してたそう暑いからね、ちっちゃい頃だった。ジミちゃんと見てる時もあったけどね、もちろん。そう、でもいろんな球団見に行ってたかもしれない、今思うと。いろいろ野球見に行ってたね。そう、なんかさ、リミさ、高3になってからさ、ショールームしたか、学校始まってから配信したっけ、してないよね。そう、リミがさ、全然マジで話変わるんだけど、リミたちが初めてだよね、やっぱり。リミたちが2年生の時にお世話になってた。え、4月初？え、待って4月。みんな4月やっほー久しぶりじゃんね。やっぱりそう、お世話になってたね。うん、あの古典の先生がいるんだけど、でその先生があの他の学校に離任されてて。悲しかったのっていう話なんだけどえ、そう、古典みんな大好き古典の先生って感じで、そうおもろかったの、おもろい先生で、そう転任、なんか挨拶ないよね。そう挨拶なくていなくなられてて、そう
そう、他の学校に行っちゃってて、そう、ちゃんと挨拶できてないじゃんってみんなで話してて悲しくなった。そう、ラスト JK なの、やばくない？そう、そう、よくしてもらってた先生なのね。リミのことよく褒めてくれてた、超優しくて、優しいっておもろい、おもろい、なんかそう先生なんだけど、そう悲しかった。大人になりました？どこら辺が嬉しい？え、てか身長伸びたのって話したっけ？そう、褒められて伸びる子だから私、本当に皆さん褒めてくださいって感じなんですけど、褒められて伸びるんです。え、身長伸びたの話したっけこの話。でも高3になってなんかマジで楽しみたいなって、あ、そう MC でも言ったわ、 MC で言ったんだ。本当に楽しまなきゃってこの1年思いました。 159.4 だから 2.5 センチ伸びたんですよ。そう、ウィバースでもね、ウィバースはねちょっと更新しすぎてすいませんって感じなんですけど、160超えてない。そう、え、なん、何の話してたっけ今。違う違う、身長の話じゃない。え、そう、高校3年生だから、そう、楽しまなきゃっていうやつですね。すごさじゃない、え、マジで湧いた、普通に伸びてて嬉しかった。え、そう、あと目標の160センチまでもう少しなの。わかる、絶対伸びないと思ってたよね。そうなんだから今びっくりしてめっちゃ嬉しかった。そう、制服がコスプレにならない、ん、制服がコスプレにならないまでにたくさん制服で遊ぼう大作戦をしてます今。そうなの、だからたくさん制服着て遊ぼうねって言ってる。で割とね、そのそれできてるから楽しく毎日過ごしております。そう。いいテンパンチ食べたい人生、遊びましょうね。え、高校生って本当にあっという間だなって思ってる。あ、7時になったらランキング読みます、教えてください。そう、高校生ってなんか、あ、幻のような時間なのかなっていう思いましたね。留年の可能性はないです、しません。青春ね、今しかない青春なんで。でも毎日なんか、なんか最近本当にさ、ツボ浅いんですよ私。なんか高校生にな、高3になって倫理の授業があるんだけど、倫理の先生めっちゃ怖い先生どうでもいいの、どうでもいい話すぎてごめんねって感じなんだけど、1年の時にも習ってたのね。公共だったっけ、倫理ね、倫理。そう、公共習ってたのね、その先生めっちゃ怖くて、めっちゃ怖いっていうか、なんだろうねあの怖さ。めっちゃね、あの、そう、怖い先生で、
気合い入れていかなきゃなって思ってます。なんだろう、厳しい、ただ単に厳しいし、つかめない怖さ、怒るっていうか圧を感じる。でも倫理ってなんかね深そう。え、なんかさ、黒板をめっちゃ綺麗に しないといけないのね、始まる前、授業前。そう、絶対黒板を本当にマジで綺麗にしないと始めませんっていう。だからそう、日直が消すの。リエはまだ日直の出番来てないからあれなんだけど、そう、でもなんか倫理ね、そう、頑張ります。高校3年生の授業も、そう、学食たくさん行く、学食たくさん行って、あ、ねえ、道徳っていうの、道徳か、鳥取県だと道徳なんだけどね、道徳で、この前食堂で生姜焼き食べたけど、ラーメン美味しいの。ラーメン食べたいんだけど、ラーメン食べたいわ、ラーメン大好きなんです私。え、なんかそう、ラーメン大好きなの。え、本当にごめんね、レミってマジで、あの話の展開早すぎるのね、展開というか話題が行き来してんの、いつも。だからごめん、マジで一人で喋ってるけど、ついてきてくださいって感じ。本当にありがとね、みんな。そう、どんどんね、やばい、次、これ話したいんだったってなったらこれ話して。でもなんかさ、友達もみんなそんな感じなのよ。友達もマジでどんどん話題変わる。みんなね、リミの周りみんな話題変わるの、すぐ。だからそう、なんかそう、自然にね、そうなっちゃうんです。せっかちというか、話す内容が、るいともよ、るいとも、るいとも、そう。全然ね、でも大変じゃなくて、もうそれが日常だから、自分たちの中で、そう、ルイとも、ルイは友を呼ぶ的なね感じですけど、ルイともやで、リバースもね。皆さんってか、徳永レミのリバース撮ってますか。マジで人生損してます、言い過ぎですよね。はい、それが楽しいの。ぜひ皆さん、私のリバース撮ってくださると嬉しいです。人生楽しくなるって嬉しい、その言葉ありがとう。ためらっちゃダメでしょ、そこは。いいよ、ためらわなくて。何ラーメンが好き、最近は家系ラーメンが好きなの。そう、はい、ウィバースが人生、
そういう系好きで最近ね、最近牛骨食べれてないの最近だから食べたい。そう、家系好きなんだよね。でも絶対に二郎行くって決めてます私。お寿司大好きだよ。お寿司も大好き。そう、家系ラーメンってさ美味しいよね。一人でも行ける。うん、ラーメン大好きですね。鳥取は牛骨系、牛骨ラーメン。そう、レミは一人行動めちゃめちゃできる人で、割とどこでも一人行けるんですよ。家系なんかそう、でも違うの、今はいけないのレミラーメン。今ラーメン禁止せで、別に禁止してないんだけど、あのちょっとダイエット中なんで、気にあのそう食べません。マジで牛骨ラーメン食べたいよね。実家になった、ありがとう教えてくれて。そう、ラーメンってさ太るじゃんね。毎日食べたいぐらいなんだよ本当は。あ、ただ普通にそう自己満ダイエットなんですけど夏に向けて、夏まだまだだけど、まだまだけど、そう、健康的生活してる。そうなの。やばいね、カシューナッツそう、健康的生活をしてるんですよ。そう、最近はそうね、サラダ、バナナとかヨーグルトとか納豆とかそういうの食べてる、健康的にカシューナッツマジでさ、笑うとカシューナッツ人生すぎてやばい。納豆好きなんですよ、レミ。ブロッコリーはあんまり好きじゃないんだけど、たまに食べると美味しい。そう、納豆いいよね。納豆健康ですよ。人参は嫌いです。でもそう、マヨネーズね、マヨネーズ食べるの食べたくない、できればマヨネーズって。そう、カロリーやばそう。納豆は引き割り派でも引き割り派でもなく、大粒派でもなく小粒派いやマジでこれ本当なのよ。マジでレミ引き割りも別にそんなあれ、そんなじゃないんだよ。大粒もね、そんなの、小粒なら食べれるの。小粒しか逆に食べたくない、粒のやつ。小粒派なの。
ね。いや小粒なら引き割りでいいんじゃない。あのさ引き割りは違うよね。引き割りはまず形が違うじゃん。ちょっと味も違うの。でも引き割りはそんな好きじゃないんだけど、あのね鳥取県っていうか鳥取県でねスタミナ納豆っていう料理があるんだけど、それが本当に美味しくて給食とかに出てたんだけど大好きなの。スタミナ納豆食べたいの最近レミ。スタミナ納豆は引き割りだった気がする。そうスタミナ納豆マジで美味しい。超ご飯進む。そうスタミナ納豆マジ美味しい。鳥取県はでもどっ好き嫌い分かれるけどね。スタミナ納豆ってスタミナ納豆引き割り納豆とひき肉とネギかな。美味しくないよ言わないで。でもマジで好き嫌い分かれるかも。そう嫌いな子はマジで嫌いだけど好きな子はマジで好きみたいな。そうスタミナ納豆いいよ。お店で出してるとかあんま見たことないけど家庭料理とか給食かも。そうスタミナ納豆美味しいね。今何時？時代時。ディリ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 。じゃあそろそろランキング読みます。よし。13位松ぼっくりさんありがとうございます。12位藤田アットマーク鳥取行きたいイベント熱望それなーマジでそれなーありがとう。11位かもちゃんありがとう。10位おーちゃんありがとう。9位ショートさんありがとうございます。8位にこまるあとまくレミタ毎日ありがとうさんありがとう。7位上田さんありがとう。6位トカチンさんありがとうございます。5位山ちゃんありがとう。ゆたかさんありがとうございます。3位やんやんさんありがとうございます。2位島田和之さんありがとうございます。1位ポンポンモンセロさんありがとうございます。おめでとうございます。まきれみ。19位 IQ バルルネットさん合ってるかな読み方わかんない。ありがとうございます。おめでとうございます。ドゥンどれだ待ってあのわかんないちょもう一回いくね。53位くまのみさんありがとうございます。おめでとうございます。ラスト78位あきら台湾さんありがとうございます。おめでとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。スクショタイムしましょう。本当に最近ツボ浅くてダメだわ。で本当に何でももらっちゃう自信あるわ普通に。ごめんね。今週来週握手会だね。
みんな会いに来てね、握手会よろしく。握手会楽しみにしてる。久しぶりにみんなに会えるのマジで待ってる。行けたら行く。やばくない？びっくりしちゃったよ、めっちゃ突っ込んじゃった行けたら行くじゃなくて来てください、待ってます。あ、そして私5月4日にレッドカーペット歩くんです。皆さん知ってますか？レッドカーペット歩くんですよ5月4日横浜で。横浜映画祭っていう国際映画祭っていうのに出させていただくんですけど、星取り物語というあれでね、それでレッドカーペットを歩かせていただくんですね。なので皆さんお時間空いてるよとか、そういう時間あるよ、ゴールデンウィーク真っ只中なので、忙しいと思うんですけど、ぜひそう会いに来てくださると嬉しいです。衣装がねちょっとまだ分かんないというかね、どうなってわかんないんだけど、まあわかんない。そう、次の日に上映があるみたい。そう、なんかまだ詳細もわかんないんだけど、なんか3時半ぐらいって書いてあったかな、レッドカーペット。でもチケットがあるらしくて、そうめちゃ高いらしい。でもなんか去年とか一昨年の情報だとチケットなしでも見れるけどみたいな感じらしいでした、らしいです。はい、なので皆さん5月4日空いてる方は横浜で待ってます。そう、よろしくお願いします。ではまたね、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。